はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、今日2本目なんですけども、トヨタ自動車703ですね、見ていきたいなと思っています。まあ、本当はですね、トヨタ、あこの週末、あの、土日でですね、ちょっと撮ろうと思ってたんですけども、ちょっと時間なくてね、撮れなかったんで、まあ、1日遅れてしまったなという形で、えー、なっているんですけれども、えっ、ー、と、まず、月足からですね、えー、見ていきたいと思います。月足、今月足これなんですが、あまあ、コマですね、ちょっと陰性なんですけれども、えー、まあ、 1>, 1月、2月とですね、えーまあ、大きい陽線で、えー、上昇してきまして、さすがに高値のところでですね、利確が今入ってきているという状況なんですが、まあ、しっかりとですね、下髭で今持ち直してきているところなんですよね。で、やっぱりトヨタ、ちょっとね、買いそびれたなという方も非常に多かったとは思うんですけども、まあそういう方にはですね、えーまあ、今日のところがね、結構絶好の買い場だったかなというふうには思っていました。 で、えっ、ー、と、まあ、突足だけを見ていくと、まだですね、今月足、ちょっとどういうふうに確定するかっていうのは微妙なところであるんですけども、これがですね、上方向にこれ要線になって自代分になってきますと、まあ、ここっていうところが調整っていう、ね、一時的な調整っていう風に見られるだけにとどまりますので、まだ上昇のね、トレンドっていうところでいきますと、上と、えー、いう目線を見るようなね、投資家がまだ多いんじゃないかなというふうには思っています。 で、え足ですね、え見ていきますと、ま、あ一旦ですね、この9月ぐらいからですね、横横のこのレンジっていうのを作ってまして、これが2500円から2900円のラインですね。ここのところでレンジを作りましたと。なんで、ここのところっていうのはですね、下がってきたとしても、一回下げ止まるようなラインにはなるかなと思います。そして、ここ100円幅あるんですけども、この3000円のラインですね。ま、あ心理的にもですね、3000円のラインっていうのは結構ですね、えーまあま、意識されるよっていうのは、えー、以前のね、動画とかでも度々言っていますけども、 まあトヨタに関してもですね、一応3000のラインっていうのは結構意識をされていて、まあ週足で見ても3週連続で線、ね、抜けなかったりっていうところがあったわけなんですよね。そこで抜けたところでこれだけですね、まあもちろんこれ決算の力もあるわけですけども、グッとですね、えー、水準を切り上げてきて、まあ、今のところはですね、この3400円のところ、ここをですね、軸に、えー、今反発っていうのを今日見せているというようなところですね。で、この3400円のラインっていうところも、一応出来高溜まりっていう形になっていまして、 まあ、中足ベースでもですね、意識をされて、先週足もですね、下髭で、えー、切り返したポイントになっていますので、まあ、この3400円っていうところはですね、えー、結構買いを入れてもいいかなというふうに思えるラインですね。えー、ずっとね、結構ね、あのー、ライブとかでもリクエストね、トヨタ自動車いただくんですけども、実はなかなか買い場っていうところがね、この3000を超えた後がなかったんですが、ようやくここで一旦調整っていうところを入れてくれましたので、まあ、そうなってくるとですね、一旦ここのところは買ってもいいかなと思います。 まあちょっと今日上がっちゃったんで、えー、じゃあこの3500円超えたところから行っていいかって言われるとちょっと微妙なところではなってるんですけども、もう一回ちょっと下を押すようなところがあればですね、そこはポジションっていうところは入れていってもいいのかなと思います。一応フィボナッチでね、あの見ていきますと、一番このね、えー、上昇の下から上で取っていくと、まあ、こんな感じになるわけなんですけども、ちょうどね、えー、真上のところから行くと23.6%のところでですね、えー、まあこの、ね、コ、え、マ、ー、を作ってからの戻しっていうところになりますね。 なので、えーまあ、こういったところもね、えー、ちょっと注目をしながら、一回ね、下までここまで3000まで押すと61.8%なんですけれども、ちょっとここまで押すとなると時間がね、あのー、かかる可能性はありますので、まあ、早めに行くんであればですね、この23.6%ラインのところっていうところでですね、えー、ポジションを入れていくっていうのはなしではないのかなというふうに思ったりはしています。 で、えー、一応ですね、えぇ、ー、使用状況のところも見ていきますと、まあ1200万株なので、えー、まあ3月8日の時点で、えー、少し増えてはいるんですけれども、まあそんなに問題はないかなというふうには思いますね。まあこのちょっと下落の局面のところで少し改ざんがね、増えている可能性っていうのはあるとは思うんですけれども、まと、あ、元々出来高が3000万以上ある名柄にはなりますので、まあその3分の1ぐらいということで考えると、まあ決して別に悪くはない水準にはなっているのかなというふうには思ったりはします。まあ今日もですね、えー、出来高っていうところで、 でいきますとはい、ちょっと冷やしに、ね、戻していきますけども今日が2600万株というところなのでまあ、改ざんの倍以上はあるかなという感じなので特にそこのところは気にしなくていいかなと思いますでもうちょっと冷やしでですね見ていきますとトレンドラインっていうのがねだんだん引けてきたかなと思ってましてこのラインですね1,2,3点まあ、大きく3点をね結んだような形でこの上昇トレンドというのはですね引かれているかなと思いますまあ、そういう意味で言うとこのトレンドラインっていうのを 今後ですね、割ることがあったらそこを理学のポイントとすることで、まあ、リスク的にはですね、そんなに取りすぎることなく、この辺のね、ところでポジションを入れて、さらに上昇を狙う。もちろんこの高値の3811円。まあ、ここもですね。 十分に超えていけるような力っていうのは持ってる会社だとは思いますのでね。このブレイクを狙うっていうのも一つ手かなというふうに思います。なので、今打診でですね、この辺から行くのと、このブレイクタイミングですね、このところを狙っていくといいかなと。以前の時もですね、この3900、すいません、2900、あるいは3000ところですね、ここっていうのはポジション入れるといいんじゃないかなっていうような話っていうのは、ここの時ねあの、ライブとかでもたまたまたびしていたかなと思うんですが、もう一回ですね、この上のラインで、同じようなことがこれ から起こってくるような動きになってきていますのでまあ、引き続きですねどんな感じで上昇していくのかというところはですねあの注目していいかなというふうに思いますもしかしたらこの配当値のところで,ですね一旦調整とかももう1回来るかもしれないのでまあその辺も考えながらですね、まあ、慌ててここでポジションを入れる必要もないとは思うんですけどもまあ一旦下げ止まりの流れとしてはですねこの3400円のラインっていうのはありますよっていうところはねあの頭に入れておいてもいいのではないかなというふうに思います で、まあちょっとデイトレっていうところで行くと、あんまりですね、この1日の値幅がない銘柄ってことになりますので、まあ、今日もね、上げてはいるんですけども、まあ、2%もいかないぐらいの上げなので、まあ、これをデイトレするっていうのは、あの、まあ,あまり優位性はないですし、えー、そんなに面白みっていうのはないかなと思います。だから、まぁ、あ、叱るべきところでですね、あの、スイングのエントリーっていうことで、まあ、ポジションを入れていって、で、上昇した時にそれを刈り取っていくような、まあ、そういった形の戦略っていうのが、 まあ一番ハマりやすいね、銘柄かなと思いますので、まあ、ゆっくり今後のね、上昇っていうのを取りに行きましょうというような感じで見ていきたいなと思います。 はい。ということでですね。えー、今日は、ああ、まあ、なんならね、もう一日早く出せっていうような動画なんですけども、えー、トヨタ自動車ですね。何03見ていきました。えっ、ー、と、他のね、えー、銘柄とかも実は良くて、結構ホンダですね。ホンダはもうブレイク間近ですね。今日はブレイクできなかったですけども、えー、1830円のところですね。えー、コラインっていうのをぶち抜いてくる可能性っていうのは十分あって、このラインっていうのはですね、えー、以前、ここですね。えー 9月の19日、昨年の19日のところでもですね、えー、抜けれなかったラインを、えー、同じところでここ押し返してですね、えー、また戻ってきてブレイクしようとしているので、これは強い形なんで、ここはね、僕もちょっと狙っていきたいなというふうには思っています。今日入れるかめちゃくちゃ迷ったんですけどね。ここのところはあ皆さん、あの、結構ね、見ていていいんじゃないかなと思いますね。えー、自動車のところ、それから日産ですね。 日産もね、ここのところをグッと上げてきているので、まあ、この勢いでですね、ちょっと改ざんのところ多いんですけども、改ざんも剥がしながらですね、上げてきているので、ここもチャンスかなと思います。えっ、ー、と、このね、ラインですね、ネックラインのところがありまして、まあ、今日上ヒゲでね、 ちょっと押さえつけられちゃったんですけども、えー、このライン結構長らくですね、機能しているかなと思いますので、まあ、このライン超えてきたところっていうのはですね、やはり同じようにブレイクですね、狙っていってもいいかなと思います。まあ、ただね、600円台っていうちょっと低株になるので、そこの難易度っていうのは、あの、ホンダとかね、あの、トヨタに比べると若干難易度っていうのは上がるっていうのは頭に入れておいて、えー、いただくといいんじゃないかなと思いますね。 え、まあ低株、安い株ほど難しいっていうところで、えー、まあコンテンツとかもね、今まで撮ったりしてますので、まあ、そういうところもぜひ復習していただくといいかなと思います。だからこの横軸のラインとこの斜めのラインが交差する、ここ、まさすがに今日は一発では抜けなかったんですけども、今後抜けるような動きが出たときは、日産もね、注目かなと思います。 はい。ということで、えー、今日はですね、トヨタ自動車あ見ていきました、えー。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。